表示通りに黒いトレーごと深めのフライパンで焼き、辛いって気づいたら負けなんだ。掲示通りに作ることにします。ごきげんよう、あすままです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。今週は2回に分けました。その前編です。チャンネル登録もお願いします。汁なしサバラーメン 100g あたり160円、1578円です。メルマガ掲載の新商品です。試食して美味しかったので買いました。加工日や昨日、消費期限は明日です。レモンは2カット、汁なしですがソース付きです。韓国海苔も取り出しておきます。いつもの太麺の上に赤玉ねぎ、塩焼きのサバは9切れ、青ネギと長ネギもたっぷり乗ってます。4人分を想定している量だと思います。食べる分だけを取り出してもいいんですけれども、うちは3人で全部食べちゃうので、表示通りに黒いトレーごと加熱します。まずは電子レンジ500ワットで5分加熱します。取り出して全体を混ぜたら、さらに10分加熱します。ソースをかけて混ぜます。レモンはサバめがけて絞りました。お皿に取り分けます。韓国海苔は4枚入っていました。ハサミで切りつつトッピングします。岩下の新生姜とゆで卵も添えました。ソースは相変わらず濃いめの味ですけれども美味しいです。後からピリリとくるスパイシーなソースです。サバは骨が取ってあるので食べやすいです。心配だった臭みもほとんど感じず美味しかったです。ソースは娘にはギリギリの辛さでした。鶏肉の和山椒照り焼き、国産鶏肉、国産山椒使用、 100g あたり129円、2049円です。メルマガ掲載の新商品です。加工日は昨日、消費期限は明日です。クーラーバッグの中で傾いてて豪快に汁漏れしてました。袋に入れててよかったです。調味タレに鶏肉、多分胸肉だと思いますが、長ネギと青ネギもたっぷりつけてあります。半分はフードセーバーで冷凍しておきます。うちは味付け肉はオーブンで焼くことが多いんですけれども、今回は深めのフライパンで焼きました。鶏肉をひっくり返してからパプリカとオクラを追加して一緒に焼きました。スパイシーで美味しいです。娘は辛いけど美味しいと言って食べてました。だいぶ辛いのに慣れてきた感じですけれども、なんで辛いのばっか続いてるのって文句言ってます。ハードバイトのポテトチップス、スパイシーディルピクルス、 625g 入り、1378円から280円オフは8月11日までです。原産国はカナダ、賞味期限は12月28日です。約4ヶ月です。私のようなものにはちょっと歯茎にくるものがある固めのポテトチップスです。ディルとスパイスの香りがすごく香ります。コストコのでっかい瓶入りピクルスの味です。とてもスパイシーな強いパンチがあるので、とにかく辛いです。好きな味なんですけれども、私にはお酒がないと辛い辛さです。絶対無理だと思っていた娘は、辛いって気づいたら負けなんだと言いながら、牛乳がぶ飲みしながら食べてました。なんだかんだ気に入ってたみたいですね。万人受けはしないタイプのポテチですけれども、ハマる人は多そうですね。 SB フォンドボーディナーカレーフレーク、1368円です。7月の新商品というか久しぶりの登場のようですが、私は初購入です。辛めのようなので迷ってましたが、美味しいと人気なので買ってみました。製造は長野県、賞味期限は2025年の5月です。約2年ですね。カレーフレークは 1kg 入り、45から50皿分です。そんなに作れないので小分けにします。 200g ずつに分けました。業務用のルーというのは単純に量が多いだけではなく、お店の味を作りやすいようにシンプルな材料なのだそうです。家庭でもパッケージ通りに作らないことが多いと思いますが、今回はパッケージ通りに作ることにします。鍋にサラダ油をひいて牛肉を炒めます。
牛肉を取り出したら粗いみじん切りの玉ねぎを炒めます。玉ねぎをしっかり炒めたら水を入れて角切りのじゃがいもと人参を入れます。沸騰したら肉を戻して弱火で煮込みます。材料が柔らかくなったら火を止めて冷まします。カレーフレークを数回に分けて入れて溶かします。再び火をつけてとろ火で10分焦がさないよう混ぜながら煮込みます。ご飯にかけて出来上がりです。もう少しお肉の量は増やした方がいいですね。物足りないです。明るい色のカレーで想像していたほども辛くはなかったです。普通に美味しいです。後からピリッとくる程度というか、家族はねギリギリの辛さだったみたいでヒーヒー言ってました。次回からはリンゴとか蜂蜜などでマイルドにしてあげようと思いますが、結局それってバーモードカレーですけれどもね。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。